名村です。トラです。ということで、今回は何をやっていくかと言いますと、これ見ても分かんないかもしれないんですけど、ちびまる子ちゃんの家をかっこよくしていこうと思います。ということで、まあ最初いつも通りね、軸組模型を作っていこうと思うんで、やっていきましょう。やっていこうじゃあ作っていきましょう。と柱とか梁とか屋根っていう、まあ、部材があるんですけど、その部材ごとにね、まあ、部材ごとではないんだけど、屋根と柱梁を別々の太さのこういう木でやってるんです。まあ、その太い方を柱梁、細い方を屋根の材料で、こういう材料をこの今図面、ちょっと見にくいかもしれないんですけど、こういうね、立面図って言うんですけど、これは建物を外から見た時の絵みたいなやつなんですけど、この高さに合わせて柱はここからここまでだからっていう感じで印をつけて、こういうニッパーを使って切っていきます。で、この立面図が、これ E はイーストね、東、南、北、西っていう感じで4枚あるのと、必要なのがこういう屋根ですね。屋根はもうめちゃめちゃ大変なんですけど、こういう枠があって、その間にピッ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 って細い線が、ていうか薄い線があると思うんですけど、ここの部材も合わせて切っていくっていう感じですね。これが一番大変。屋根が今回は1個だけ。俺が屋根と平面やるから、空が柱。まあ、今これ平面あるんですが、ちょっとね、柱の位置がまだ定まってないので、ちょっとそれを今から決めていきます。基本的に畳1畳分ぐらいの、このマスがだいたい900のマスなんだけど、まあ、それのね、マスを2マス分がだいたい畳1畳のものになってるんで、柱を立てていきます。で、一応この壁がこう2本ねぶつかったりしてるところは、そこに合わせないでプラスで立てていくっていう感じです。名村です。ということで、じゃあ次はですね、梁を作っていくんですけど、梁を作るときはこういう平面図みたいのがあるんですけど、この平面図にこう木を合わせる、平面図、ここの赤いラインからこの赤いラインまでの建物なので、その端から端までに使えるように梁を切っていきます。で、まず印をつけて、その後にニッパーで1回で全部切っちゃうっていうようにすると、まあ早いかな、その方が。毎回印つけて切るっていうよりもその方がいいですね。じゃあやっていきます。これを合わせてピッと印をつける。はい、ということで今平面図にプロット全部し終わりました。で、ここにまあ柱を立てていくんですけど、その柱の長さが立面図ですね、この外から見た図なんですけど、これの屋根とぶつかる点までの、床からそこまでの高さを測って、この柱の数数えていっぱい量産していきます。ちょっとはここで柱の方にマークしちゃいますね。床の分を浮かせて、ここかな、という感じで。見えるかな、ここ、今ここにマークつけてます。で、合計何個あるかな、54本切っていきます。めちゃめちゃ多いですね梁を切り終わりました。結構すぐ切り終わりますよ、こういうのは。10分ぐらいかな。一応平面図がこの下に引いてあるんですけど、平面図の線をなぞるように全部の梁を、長さ測って切っていくっていう感じですね。じゃあ次にやっていくのが、この梁を接着するっていうところです。使ってるのりジークリアっていうやつですね。100均とかで売ってます。こういう用紙、これも100均で売ってるんですけど、用紙の先端に糊をちょこっとつけて、この部材をくっつけていくっていう感じでやっていきます。じゃあ、つけ方は特にないんですけど、できるだけ糊の量が少ない方が出来栄えが綺麗になります。こんぐらいちょろっと見えないぐらいつけて、くっつけるところに、どっちが部材かわかんないけどね、この用紙と。はい、もう見えないぐらいでいいんで、ついたかついてないかわかんないぐらいをつけて、で、接着した時にあんまり動かすと取れちゃうんですけど、この紙にペトってくっつけるぐらいにしとくと、後で動かないようにね、まあ、そうやるのが一番俺らは早かったかな。紙まで一緒にくっつけちゃうっていうイメージですね。つける時はね、手でこのまま持ったりしてね、やってもいいんですけど、意外とピンセットとかあると人によってはやりやすいとか早く終わるとかあるんで、この先っちょがね、こう曲がってるやつが使いやすいです。
でこのジークリをつける時のなんかポイントみたいっていうかポイントっていうかコツみたいのがあるんですけど、僕なりのね、こう最初からこう出してなんか綺麗なって言ったらあれかもしれないけど、まだ固まってないドロドロの状態のやつをつけてこうやって接着していくのももちろんいいんですけど、なんかこれだとね固まるのがちょっと遅いんですよ。そういう場合にどうするかっていうと、こう楊枝につけてるじゃないですか、こんな感じでね。で楊枝につけてなんか5分ぐらいしてくると結構固まってくるんですよ。トロトロじゃなくてなんかちょっと固めの感じのテクスチャーになってくるんで、そうなった時に使うと一発でくっつくっていうか、ノリがいいっていうか、本当に使いやすい。これはおすすめですね。よし、針完成。針は部材数が結構少ないので早いですね。だいたい20分ぐらいで終わったかな。はい、じゃあ次屋根やっていくんですけど、屋根もさっきの針みたいな感じでこういう図面の上に合わせながら長さを測って切っていくっていう感じですね。でここまではね屋根は結構簡単なんですけど、まあ、こんな感じでもうすぐ終わっちゃうんですよ。けどここから大変になってくるのが屋根の形にもよるんですけど、今回のこの屋根は切り妻屋根って言って、なんだろう、よく見る三角形の屋根、正面から見るとこういう屋根ですね。家みたいな感じの、まあ、家なんですけどそういう屋根なので、今作ってるのはここの一番長いところを作ってるんで、あとここの縦が必要ですね。この縦を作った後にここの斜めを作るんですけど、この斜めっていうのがこの薄い線で描かれてるやつなので、そこを作っていくのがねちょっとこれからやっていくんですけど大変。屋根の骨組みだけできました。あとここにですね斜めの材をつけていくんですけど、こんな感じでだいたいイメージできますね。こうババババババっていっぱいつけていきます。で長さは全部同じなんで1本決めてそれをいっぱいカットしていくだけなんですけど、長さの測り方は図面で一応ね、図面でこういう長さが出てるんですけど、まあ、これに合わせて切っても OK ですけど、実際のこの模型のなんかズレとかがもしかしたらあるかもしれないんで、ここで測るのがまあ一番正確かな。はい、こんな感じで切ったので、これをここに合わせてこの部分をニッパーでパチンとやる感じ。毎回測ってもいいんですけど、それだと時間かかりすぎちゃうんで、こう1個作ったら複製していくっていうのをやると軸組みは結構早く終わりますね。こう合わせてここを切るって感じ。合わせて切る。よし、多分切り終わった。本数はもともと決めてるってわけじゃないんですけど、図面を描くときにハッチングっていう、なんだろう、塗りつぶしみたいなやつがあるんですけど、それでこういう直線をいっぱい描いてくれるやつを選択して、でその上に合わせて切っていくっていう感じです。また登場ジークリ。ジークリをまあつけるときね結構適当なんですけど、この先に糊を全部つけちゃいます。全部つけすぎちゃうとこの端っこまでね乾いてきちゃうんですけど、この辺までなら乾かないでつけれるかなっていうところまで。結構模型作業してるとき、なんか図面通りとか1ミリ単位で合わせて切ってるように見えるかもしれないんですけど、こう適当にやってますね。大事なのは糊の量ですね。糊の量が少ないとかっこよくなります。1本つきました。これを糊が乾かないうちに早くやっていきます。さっきのとつながるんですけど、糊が乾いちゃうとねもう一回そこに糊つけ直さないといけないんで汚くなる元ですね。次に柱を立てるんだけど、その前にその柱の場所がね、この紙を外しちゃうとどこにつければいいか分かんなくなっちゃうんで、このね虫ピンっていうのが売ってるんで、その虫ピンを使ってね、そのこの柱を立てる場所にマークをしていきます。こんな感じでブスブス刺していきます。目で見るとね穴がいっぱい開いてる。あるかな。あ、見えた。こんな感じでこういった穴が開いてます。柱の場合はね、ここにこうやってジークリを出しちゃって柱につけて立てるっていう感じかな。お、ジークリより粘り気が
強くて値段も同じぐらいの糊って誰か知らないですかね。一応他に糊はね、スチレンボードをつけるための土糊っていうやつがあったり、あとセメダインっていう糊があったり、あとは瞬間接着剤とか持ってはいるんですけど、ジークリが強いね。でこの部材をつけるスピードは慣れもあるんですけど、だいたいこんぐらいのスピードでつくんで、どうだろうな、こんぐらいの規模だったら全部つくのに20分ぐらいなのかな。つけた後は結構繊細なんで、あんまり乱暴には使わないように、まあ作った人はだいたいそういうのはわかるんだけど、例えば電車で段ボール持ってる人がいたら優しくするとかしていただけると建築学生は喜びますね。都内でデカめの段ボール大事そうに抱えてたら大体建築学生なんで、優しくしてあげてください。でかくて邪魔だなとかあると思うんですけど、で網棚に忘れてったりしたら絶対言ってあげてください。一回網棚に忘れたことあるわ。あのスタディ模型っていう、まあ、なんだろう、提出用じゃなくて、あの先生と話し合い打ち合わせするための模型みたいなだったんですけど、結構それもね時間かけて作ったんですよ。それをまあ電車に忘れてやっちゃったんで、その時間が無駄になるっていうね。 OK、 屋根完成。だいたい20分から30分かかんないぐらいかな。でこの下にさっき作ったこの梁をくっつけるっていう感じですね。ということで柱が立て終わりました。でここから柱と柱の間につける筋交いというのをね、ちょっとつけていきたいと思います。こちらの立面図の方にですね、まあ、さっきと同じように柱をこうやって取ったわけなんですけど、今回はこの斜めの方にね取ることで、まあちょっと見づらいね、見づらいんだけど、こう赤い点線がね、その通り線つってその軸になる部分の線が入ってるんだけど、まあ、そこに柱が立ってるから、その間を斜めにクロスしてそこをマーキングしてまた切っていきます。ここの幅が今910の幅なんで、そこにこれを当てていきます。でこうやってやると柱の上と下がこうくっつくような感じですね。でこれを作って、この柱がねまだこれだとまだヘニャヘニャなんで、それをつけることで強度を上げていきます。はいはいはい、名村です。完成。屋根と梁が完成ですね。今こんな感じでトラがこっちで柱と筋交いをつけてるんで、これをトラが終わったら組み合わせて完成。結構早いね。こんな感じでね、まあ慣れてきてはいるのでちょっと早いかもしれないんですけど、建築学生の今見てる方がもし軸組模型を作ってみたいなって思ったら、意外とやることは単純で、まあ、部材数は多いんだけど簡単なので、やってみると、他に作ってる人は多分いないと思うんで、模型提出の時とかね、最後の提出の時とかに合わせてちょこんって置いとくとかなり映えるんじゃないでしょうか。軸組みをどういう時に模型表現として使うかっていうと、住宅スケールの住宅規模の設計とか、あとは部分模型とか木造だったらねっていう時の、半分あのボードとかで壁を作って半分軸組みにするとか、メリハリをつけたデザインとかにする時に、表現としてその分かりやすくするために軸組みを作るっていうのはよくありますね。よし、とりあえず柱、梁、屋根、筋交い完成。じゃあ最後に全部をくっつけていきます。まず梁は軽めに、この紙に糊でくっついてるんで、カッターで、よし、繊細。糊を、まあ、全部につけてもいいんですけど、まあ、ちょっとでもいいかなと思いますね。じゃあ針をつけます、はいはい、あとは簡単に微調整して、とりあえずこんな感じで OK じゃないでしょうか。ちびまる子ハウスは1階建てなんでめちゃめちゃ簡単でしたね。で屋根が結構単純な形してるんで、切り妻が一番簡単、これね、この三角形タイプ接着、はい。でもう一個こっち側、これ寄せ棟の半分みたいな、ここがちょっと入り組んでるね、ちびまる子ハウスってことで、ちびまる子ハウス完成です。とりあえず今回は軸組み模型の
作り方深めに紹介してみたので、ぜひ真似してみたいっていう人は参考にしてみてはいかがでしょうか。それでは次は、トラと、まあ、もう一人またお手伝いが来るんで、その2人に設計段階ですね、設計段階を任せて、その後最後にデザインした模型を作っていこうと思います。じゃあそこまでパス。